こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画では35度を超えるような真夏にですね、どんな着こなしをしようかというところで、具体的なコーディネートをですね、いくつか皆さんにご紹介をしたいなと思っています。今年の夏はですね、もう皆さんもご存知の通りめちゃくちゃ暑いですよね。梅雨が長かったので、割とそういう時って結構冷夏になるって言われたりするので、僕自身ちょっと油断していたんですが、今年の夏はめちゃくちゃ暑いですね。さらには例年とは違ってマスクなんかするので、さらにですね、体感温度としては高くなっているような気がします。そんな35度を超える時のファッションって、やっぱりですね、そんなに重ね着ってできないと思うんですね。なるべく快適に熱中症にならないようにすることが、一番大切なことなのかなと思っています。そういった涼しさだとか快適さというところを重視しながら、最低限の着こなしというところは抑えておきたいなと思うので、今回は僕の最近の着こなしをご紹介しながら、皆さんのですね、参考にしていただきたいなというふうに思っています。このチャンネルでは主に30代40代の男性に向けて、メンズファッションの基本を分かりやすく解説していますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。早速ですね、具体的な着こなしをご紹介したいなと思うんですが、まず最初の着こなしは、今僕自身が着ているコーディネートになるんですけども、トップスは今季のですね、グローバルワークで購入をしました、ワッフル T シャツになりますね。少し凹凸感があるのが特徴なんですが、こういった T シャツを1枚で着ることが最近は多いです。そしてボトムスに関しては、昨年購入したグラミチのモデルなんですけども、こちらはアーバンリサーチが別注したモデルになります。こういった形で上下モノトーンで合わせています。で、靴も今回見えてなくて恐縮なんですが、足元はですね、ナイキのエアマックス97を合わせてますね。全身で使う色を2色だけに絞り込んで、カジュアルではあるんですが、なるべく子供っぽく見えないようにバランスを取るようにしています。T シャツの生地の感じというのは少し厚みがあるんですね。特にですね、ペラペラの白 T シャツでサイズ感がぴったりしているものだと乳首が透けるんですね。これはですね、大 NG なので、少しゆとりを持たせて、生地もですね、少し厚みがあったものの方がバランスがよく大人の男性には着ていただけるのかなと思っています。今季のグローバルワークの T シャツは最初からサイズがゆったりめになっているんですね。こちらは S サイズを購入したんですが、通常よりもですね、身幅も少しゆったりめになってますし、袖丈もですね、ゆとりがあるんですね。これは単体で着ても様になりやすい T シャツなのかなと思うので、皆さんにぜひお勧めしたいなと思っています。基本的にもう35度を超えたら、半袖の T シャツ短パン、これ以上は着れないですね。重ね着をした方がおしゃれには見えやすいんですが、なかなかそういった余裕もないので、このような半袖短パンを僕は楽しむようにしています。上の T シャツに関してはバリエーションがいくつかあって、今はですね、グローバルワークのワッフル T シャツを着てますが、こちらがユニクロ U のですね、今季の名作と呼ばれているようなエアリズム T シャツに変えることもあったりします。T シャツのバリエーションは結構たくさんあるんですけども、ネイビーにしたいですとか、ブラウンにしたいですとか、あとはグレーにしたいですとか、色を変えてあげることで気分を変えながらですね、この35度以上の暑い日をですね、なんとか乗り越えようと思っています。この着こなしというのは簡単なので、皆さんにもぜひ取り入れていただきたいなと思うんですが、どうしてもシンプルになりすぎてしまうので、必ずですね、時計ですとかアクセサリーを添えてあげることで、少しでも着こなしのですね、アクセントを取り入れていただきたいなと思っています。はい、着替えてみました。続いて2つ目のコーディネートなんですが、これまためちゃくちゃシンプルな着こなしかなと思います。上はですね、最近買ったノースフェイスの T シャツになります。で、下もですね、短パンで先ほどとほとんど変わらないように見えるかなと思うんですが、こちらもノースフェイスのですね、さらに軽量な短パンに着替えています。こういった着こなしで近所ですとか、あとはですね、川遊びなんかをする際に、僕はこのような着こなしをしていることが多いですね。今年はですね、やっぱりなかなか海に行けないので、その代わりに川に遊びに行くことが多いんですね。川の中をですね、ジャブジャブと入っていくんですが、こういったノースフェイスのパンツだと足さばきもいいですし、結構丈が短めなので、そこそこ深いところに入ってもですね、濡れないですし、もしちょっと濡れたとしてもですね、結構早く乾いてくれるので、すごく快適かなというふうに思っています。今回に関してはもう全身ブラックですね。ちなみに足元はテバを履いてるんですけども、ブラック一色でまとめることで、半袖短パンのカジュアルさというところをなるべく抑えるようにしています。もちろんこの着こなしもめちゃくちゃカジュアルではあるかなと思うんですが、色を統一させるだとか、色の数を絞るというところで、ほんの少しでも大人っぽさみたいなところが表現できたらなというふうに思っています。この T シャツ正面から見るとですね、結構シンプルなノースフェイスのロゴが入ってるだけなんですけども、結構気に入ったポイントというのはバックスタイルなんですね。
こっち見ていただくと分かると思うんですが、どうでしょうか、見えますかね。こちらはバックプリントになっていて、山の写真がプリントされてるんですね。これがですね、結構気に入って今回はこの T シャツを買いました。表から見るとシンプルな T シャツなんですが、後ろから見るとちょっとしたアクセントがあるというところで、僕たち大人の男性にも比較的似合いやすいシンプルなプリント T シャツなのかなと思っています。このような35度を超えるとですね、 T シャツ短パンが主役になるので、こういったカジュアルなアイテムは少しですね、頑張って投資をした方が大人っぽく見えやすいかなと思います。確かにユニクロですとか GU グローバルワークだけでもある程度着こなしは構成することできるんですが、全身の中で1点2点でもいいので、ちょっとこれは頑張って買ってよみたいなものがあった方が全身のバランスが整いやすいですし、自分自身も結構自信を持って過ごせるのかなと思うので、ノースフェイスですとかアークテリクスですとか、アウトドアに適したものの中でもデザイン性がいいものを取り入れてみるのもすごくいいのかなと思っています。はい、着替えてみました。ラスト3点目のコーディネートをご紹介したいなと思うんですが、今回も T シャツに短パンという着こなしは変わらないんですが、 T シャツはですね、今回だいぶ大胆な柄のものを選んでいます。今期購入したカラーというブランドの T シャツなんですが、サイズ感もですね、かなりゆったりしてるかなと思います。こちらで一番小さいサイズなんですが、身幅もかなりたっぷりとしたデザインになっていますね。いわゆるビッグシルエットの T シャツというものになるんですが、こういったちょっと大胆な柄のものですとか大胆なサイズ感のものも夏だからこそ楽しんでみるのも良いのかなと思っています。先ほどまでご紹介していた2点のアイテムというのはどちらもかなりシンプルだったので、ちょっと夏らしくて大胆なものもチャレンジしたいなということで、こういったことを着ることもですね、週の中で何日かはあります。プリント T シャツって選ぶのがなかなか難しいかなとは思うんですが、基本的にはですね、こういった白ベースのもので少しプリントが入っているものだと割と合わせがしやすいのかなと思っています。どうしてもですね、大人の着こなしって単調になりがちな部分もあるので、たまにはちょっと遊んでみるというのもいいかなと思いますので、このような大胆なプリント T シャツというものもぜひ皆さんにトライをしていただきたいなと思っています。じゃあこういったプリント T シャツってどこで買えばいいのかというところなんですけども、例えばですね、今期であればビューティー&ユースですとか、そういったお店でこういったプリント T シャツなんかを展開してたりしますので、下のですね、詳細欄にいくつかリンクを貼ってみたいと思います。そして今期のユニクロにもですね、ちょっと似たような雰囲気の T シャツがあったので、合わせてそちらもリンクを貼ってみたいなと思いますので、そちらを参考にしていただきたいなと思っています。はい、ということで今回の動画ではですね、35度を超えるような真夏に僕自身がどんなものを着てるのかというところで、3つの具体的なコーディネートを解説させていただきました。最初の2つに関してはものすごくシンプルなので、皆さんも今すぐトライをしやすいかなと思っています。ユニクロですとかグローバルワークに行けば T シャツ類は揃うかなと思いますので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思っています。そしてこの3点目の着こなしに関してはやや難易度は高いかなと思いますが、ぜひ皆さんにもですね、暑いからこそちょっと大胆な着こなしを試すということもトライをしていただきたいなというふうに思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。